副題は別に最初からあるわけでは実はなくて、なんか不思議かだと思われると思うんですけど、まず最初に作家選ぶんですよね。で、まあ、あるとこの時点から、まあ、このショーケースは大体ペアでっていうことになって、で、まあ、そうそう、ちょっとこう、声をかけたくなる作家ってそんなにすぐには見つからないわけで、で、結構二人見つけるのも大変っていうの。まあ、でもとにかく今回は、まあ、最後のっていうべきかな、まあ、写真新世紀で、まあ、優秀賞で選んだ彼と、それから、まあ、まあ、もともと知ってはいるけれども、まあ、平本成美という、まあ、別の、まあ、作家のとしては初めてという、で、その2人を選んで、で、確か京都グラフィーの最初のテーマがエコーだったような気がするんですよね。今はなんか違うものになりましたけど、で、あ、そうかって言って、その、この2人とエコーっていう、じゃあその京都グラフィーのテーマをどうやって結びつけようかなって言ったときに、こうやっぱり2人とも、まあ、別々の作家なので共通点ってもんでもないんですけど、だけど2人に共通する、まあ、写真に共通するところっていうとやっぱり何でしょうね何気ないんだけどどっか変っていう、要は違和感を生じさせるということなんですね。それでさらにそれをシリーズ、つまりこう連結して1点だけでもまあ違和感はあるけど、それがシリーズとして展開されることによってどんどん膨らんでいくというんで、反響、リバーバレーションっていうのを考えて、で、それで一つの写真の中に仕込まれた一つ、なんかこう違和感ないしは罠のようなものが、その作品の系列で見ていくことによってどん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 膨らんでいく。その膨らみ方はまあ見る人によって違うんでしょうけど、で、そこでまあエコーと、まあ、反響する違和感というふうにつけました。だから、実はそれを最初にやって、二人を選んだんじゃなくて、二人が最初にやって、それでそのお題にエコーっていうのが来た時に、まあ、ある意味では、そんなに、今までも実はそうなんですよ。今までにもう最初にまず作家選んで、で、その後なんかこう、途中から京都グラフィーに参加することになったので、必ずお題があるんですよね。そうするとそのお題で何か考えなきゃいけないって、ね、今までのところうまくいってるんですよね。まあそれで、だからそういう、まあ今後も続けていきたいと思ってるこれについては、だから何もそのテーマがあって作家選んでんじゃなくて、まあとにもかくにも面白い写真を撮る人を選んで、そこからまあその人の中から何かのテーマを探すという。まあ、例えばこの平本さんの作品はまた別の文脈で、例えばそうですね、前はそのコンストラクトっていう文脈で使ったことがあるような、もっとこう人工的な写真とか、そもそも自分では写真を撮らない写真っていうのにまあ当たると思うんですよね。だからそういう文で、なんかこう作り方で共通点を、共通文法を作って他の作家と結びつけるのも可能かなとは思いますね。例えばコピートラベラーズとかね、彼らもいわば自分では撮らないわけですね、ほぼ。まあ、マテリアルは全部自分で撮ってるとはいえ、そのことに意味はないわけじゃないですか。どっちかっていうと、レディメイドのイメージをどうやって使うかっていう、まあ、話なんですよね。だから、でその時の、まあ、要するに一つの与えられたイメージにどれだけの違和感を仕込むかっていうところで、例えばコピートラベラーズだったらコラージュっていう使う。で、平本さんだったらまた別のやり方で、それについてはまた後で話してもらえばいいと思うけど、だそんな風にね、いろいろ使えるわけですね。平本成美と申します。僕は千葉から来ました。千葉日報を購読していて、それを素材に1日1点の作品を作るということをやっています。で、制作工程は紙の新聞紙をデジタルカメラで複写して、それをパソコンに取り込んで、で編集して、スマートフォンでインスタグラムにアップロードするというのが、ルーチン、毎日の日課になっていて、でそれはテーマみたいなものがなくて、その日の新聞にどんな写真が載っているかとか、まあ、その時どんな技法を試したいか
みたいなことに左右されるんですね。でテーマってものあんまり意識したことがなかったんですけど、今回あのメールでその副題をいただいたときに、あ、自分はあの違和感というものをものすごくあのそれまであんまり意識してなかったんですけど、違和感というものをものすごくこうなんていうか制作の根底にあるキーワードみたいなものなんだなっていうことをちょっとそこで気づきまして、本人自身が違和感抱えて生きてるかな。いや、そうでもない、そういうわけではないんですけど、でもその通りだと思いますよ。本当ですか、ね、うん、あ、違う違う、あなたが違和感を抱えてきてるっていうんじゃなくて、あのさ、はい、写真の作品が、やっぱり一種のこう、ほら、あの、イカ作用っていう言葉があるじゃないですか。そうですね、うん、はい。そういうものとすごく、あの、はい、に基づいてると思います。なんかそういうものばっかり作ってきたから、うん、何も意識しなくなって、ついてしまったんですけど、うんうんうん、あの、それも、なんていうか、明らかな異物が、うん、あの、もたらす違和感とかじゃなくて、なんかもっと不気味の種みたいな、うん、自然と不自然との境界にある、うん、なんかつかみどころがない、うん、感覚の落としどころがないみたいなものを作りたいなっていうふうにあの普段からあの思っていて、うん、でそれは制作物自体もそうですけど、まあテキストもそうだし、あとティラホドナルミっていうのはあのこのシリーズを続けるための作家名で、うん、本名でもあのまた別で作家として活動して、そういうのもひっくるめてなんか根底には違和感みたいなもの、うん、キーワードというか、うん、なんか作りたいなって思って、うん、はい。あのその2つのね、あのサッカー名を使い分けてる、はい、でまあ、その2人の違いっていうのは、はい、僕は平本成美は自分で写真を撮ることはなくて、はい、千葉日報、なぜ千葉日報なのかも後で聞きたいと思うんですけど、はい、千葉日報の写真っていうのは与えられたものがあって、イメージが出発点 で、はい、でそこに何かをして、それを1日のうちに1つの作品にしてあげるっていう、はい、そういう、だから写真は撮らない人、はい、だけど一方で、山崎優作の方は、はい、自らまあビデオを作ったり撮ったり、はい、あるいは写真撮ったり、まあ、加工もするけれども、はい、基本的にはその自分で写真で世界にこう、はい、入っていくっていうタイプの人、はい、そこが違うのかなって見えるんですけど、それでいい？あ、なんか結果的には、うん、そう、結果的にはそうだね。で、はい、僕は結果しか 見ないわけだから、そう、はい、あの作家じゃないから。はい、でも作家の、その二人の作家はどういうふうになんか関わってるの？あの、なんか、きっかけは本当にたわいもないことで、うん、その、ちょっと知り合いの作家と自主企画でグループ展をやろうっていうことがあったんですけど、その時になんか、もうちょっと人呼びたいけど、うん、呼ぶ人いないねっていうので、じゃあ架空の作家作っちゃおうっていう感じで、平本成美の研究みたいなのを、そうか、グループ展の参加作家を、はい、数を増やすために自分が分かれたわけだ、はい、水増し要因ですね。で、その時に新聞のシリーズっていうのは趣味というか、なんか実験的にあのまあやってたんですけど、で作家作っちゃったらいいけど出すものがないからっていうので、うん、まあじゃあこれちょっと出すかって言って、うんうん、なるほどなるほど、はい、それまで作ってたこの文をじゃあ紹介会で平本成美文にして出したら、なんかその展示会でもあのそっちの方が評判良くなっちゃってでそっちの方が先にギャラリーついちゃったその時に、まあ、平本成美とそのシリーズが紐付いたみたいな感じなんですけど、うんうん、でも、まあ、そもそもなんでそんなことを平気でできたかというと、うん、あのもともとそう、なんていうか、実態が曖昧なものみたいなものに関心があったんじゃないかなって。その実態が曖昧なもの、つまり作家もまたそうだってことですね。はい、そうであってもいいみたいな感じだったから、平気で学の作家を作るってことをやっちゃって。
で、まあ、平本成美っていうのができて、で、その、もともとは HN っていう名前で、HN、はい、やってて、で、あの、それでグループ展なんかやったことあるんですけど、うんうん、リストアップされたときに、あの、目立つんですよ。リストアップ、HN。HN っていうのが、で、さっきのあの、その、明らかな異物としての違和感じゃなくて、うん、もっとこう一人だけ違う人としてるから、はい、溶け込んだあのドキュメンタリーみたいなことをやりたいってなった時に、やっぱりそうやってあの明らかな異物として、うんうん、あの目立ってしまうのは良くないという考えで、うんうん、平本成美っていう名前、なんか男性的でも女性的でもある、わかります、わかります、つけて、まあ確かにどっちで、はい、かそうそういう、なんか、なんていうの、そういう、ジェンダーフリーなっていうか、はい、それで、なるみって言ったんだろうなと、つまり、そうですね。そこで、例えば、はい、まあ、平本で、まあ、例えば、平本直美、はい、だったら、まあ、大体女の人の名前になっちゃうもんね。そうですね。だけど、確かに、あの、なんとかみっていうね、ひろみとか、はい、あの、どっちでもありますよね。はい。で、なぜ平本なの？あの、それは、母方の人、まあ。HN っていう、あの、最後適当につけたい、イニシャルを、一応、あ、そう、だから H っていうのもただ単につけちゃって、はい、だから H じゃなきゃいけないんだ。なんで平本で、その時がちょうど令和から平成に変わるタイミングで、あ、逆ですね、平成から令和に変わるタイミングで、平、うんうんうん、っていうのを使いたかったの？あの平成の平成、成美のあれは平成なり、あ、平成、あ、うん、はい、なんとはい、なんかそうやってあの条件があった方が選べるし。もちろんもちろん。だから。でもじゃあなんで平井じゃないの？え？平井、平川、平本、平田。なんか。七文字にしたかった。たたたたたたたっていう。平本の元の方はあんまり意識したことないですね。うん、でもリズムですよね、多分ね。そうですね。平井直美、あ、じゃない、成美、うん、じゃなくて、はい、平本成美、平本、なんかいそう、そっちの方が、はい、佐藤愛じゃないけど、うん、はい、まあ、なんかそうですね、うん、佐藤愛的な感じで、で、あ、そう、それで完全に匿名というか、うん、正体不明にした方がいいんじゃないかってことも言ってられるんですけど、また、うん、まあね、はい、でもまあ、でもこの情報化社会ですからね。なんかそれは、それで、また、正体不明っていうキャラが、また強いキャラクターになって、うんうん、なんか違う、ね。あったらさまな、その、異物って。本当に正体不明になること、なかなか今難しいですからね。なんかそれも、バンクシーみたいで退屈だなと思って、うんうん、確かに確かに。こういう場には普通に出てきて、普通に喋った方が気持ち悪いんじゃないかなと思って。うん、まあ、あえてあれするんだったら、何？ファッションを全く変えるとかね。あ、それで金髪にしますか？あ、やっぱりそんな感じ。中途半端なんですか？でも山崎くんもそんなことしそうだけどね。あ、そうですね。はい、まあ、なんていうか、あの、最初僕、どうして二人を選んだんですかって言った時に、髪型が似てるからですって言おうかと思ったんですけど。1週間ぐらい前に。あ、そうなんだ、ね。それはそれで一つありかもしれませんよね。はい。まあ、で、忙しいけどね、でもね、戻ったり、こっち来たりね。はい、はい、あの、平本になったりね、はい、山崎戻ったりね。はい。あ、それでなぜ千葉日報なんですか？朝日新聞とか読売新聞じゃなくて。あ、それはあの、そう、すごくローカルじゃない？はい。ね、そこにポイントがあるんじゃないかと思うんですけど。はい。なんか、その、うんうん。うんうん。全部、部屋の中で完結するんで、制作工程が、うんうん。なんか、どんどん狭い方が、うん、狭くしてと。いや、わかりますよ、ね。その、でも、多分、はい、大きな新聞になればなるほど載ってるイメージが似るからじゃないかしらね。例えば今だったら、はい、一つは例えばウクライナとかだったら、はい、そのウクライナの情報っていうか、その写真提供するエージェンシーがもうかなり大きくて、はい、どこでも同じだったりするんですよね。あ、そうですね。あの
元は同じところがあれだったり、だから大新聞の写真って結構あの、はい、例えば仕入れ先が同じだったりすると似ちゃうんだよね、はい、と例えば千葉日報とか東京12チャンネルみたいなの、ああいうローカル局っていうのはほら、はい、大きなこと関係ないじゃないですか、はい、例えば昭和天皇が死んでも早速なんか確か12チャンネルだけなんか別の番組やってた気がするんですよ、はい、他の民放は全部体操の例とかやってたのに、はい、それ僕すごいと思ったんですよね、はい、そのだからそういうローカルなものの中にもそういうなんていうか、はい、あのある種の面白い独立性があって、はい、でしかもローカルとはいえ、もうそれこそコンビニに行けば世界中からのものが集まってるわけだから、はい、決してその切り離されたローカルじゃないわけですよね、今は、はい。だからその意味では面白いと思う。面白いで面白いと思ったんですよね。はい、そう、千葉日報。地方に行くときは、うん、あ、地方に行くときは、県外に行くときは、うん、あの、200以上するときはその現地の新聞を使わざるを得ないので、京都新聞ですね、うん、この後帰ったら、うん、ホテル帰る、うん、ぜひぜひ京都新聞で、実は京都新聞で、ね、京都では一番メジャーなんですよ。あ、そうなんですか、うん、朝日よりも読者数が多いんです、面白いでしょ、なんか結構あの面白いです、たまにしか旅行というかその、うん、県外に行かないんですけど、その地方地方の新聞はたまにしか千葉から出ないのそうですね、まあ、そういう理由もあってじゃあ、千葉日報で作るべきだろう。千葉日報初めて聞いた。もともと新聞は好きだったんですか？新聞、週刊誌じゃなくて雑誌じゃなくて新聞ってことかな。そうですね、メディアはその新聞が一番関心が高かったのかな、うん、あー、あんまりしょうがないですね、うん、あ、そう、新聞購読してるってすごいよね。そうですね、なんか、はい、新聞をすごい熱心になんか読む少年だったから、はい、今もこう来てるのか、はい、なんか突然面白いと思って、その新聞を始めたきっかけっていうのははっきり、はい、新聞を撮影し始めたきっかけがはっきりありまして、2016年の夏から始めてるんですけど、その時すごい暑かったんですね、うんうん、なんか外に出ないであのできないかなってね、はい、もうコロナで、まあ、もうコロナ制服してるじゃないですか、もうそう、確かにそこさえ引きこもり、はい、なのであのいろいろまあ実験してみようってなった時にちょっとマクロレンズを新調してなるほどなるほど、マクロレンズって小さいもの、はい、はい、うん、新聞を撮るのが一番その性能がはっきり分かる、うん、そうなんですか、そうです、ピントで、はい、あの四隅がはっきりつってる、なるほどなるほど、で、まあ、それでテストでマクロレンズを使った時にその新聞の記事から記事の文脈から写真が独立するっていう、うんうん、まあ、写真の結構原理的な面白さ、うん、っていうのを、はい、そこから変だし、違和感はそこからですからね、まずは、ね、その文脈から切り離しちゃう、最初はもうそれだけで作ってた、あ、うん、でもなぜそれをさっきお話したように趣味というか発表しないで、うん、あの個人的な楽しみとしてやってきたかというと、もう単純にすでに先行作品があった、うん、トーマス・ウルフですね、あと森山泰斗のアクシデントっていうそれにもありますね、あれを新聞を撮ってると思うんですけど、でさらに言えばもっと昔々のジョン・ハートフィールドとか、そういう、まあ、30年代の、要するに既存のイメージとか写真を使ってコラージュし、まあ、みんながシュールレアリストたちとかがし始めた時に、当然その新聞の写真っていうのが文脈を取っちゃうと実は何だかよくわからないってことにみんな気がつくわけですよね。でそれで繰り返し行う、一番新しい感じで言えばトーマス・ルフに、はい、あの新聞写真というシリーズがあって、はい、でそれはもうあの彼が最初言ったその本当に文脈の通りのやつを切り抜くっていう、はい、それがちょうど始めた頃とあの同じぐらいの時にあのトーマス・ルフの展示も、うん、大規模な展示もあった、うん、やってました、やりました、やりました、やりました、で、まあ、これを作品として発表することはないだろうなと思ってたんですけど、うん、でもそれももう何十年も前の作品で、今これをあのやるなら、なんかもうちょっと発展させた形にするべきじゃないかと考えて、あの
一応これをね企画した時に、まあ、当然、はい、あの企画者としては、はい、まあ、このトーマス・ウルフとどこ違うんだよっていうね、はい、あの問いが来てもおかしくなるわけでしょ。でそこがどこが違うかっていった時にトーマス・ウルフが使う新聞はね全国紙なんですよね。それでだから結構千葉日報はでもね、やっぱキャッチーな感じなんつまり、うん、そうですね、あの要するにもうちょっとだから視点が国際的なんですよね、はい、その例えば、金日成でキム・ジョンイルとか、はい、キム・イルソンとか、はい、そういう知ってる顔が時々出てくるんですよね、だから国際政治の舞台で、はい、でも平野晴美の千葉日報にはそういうのまず出てこないんですよねだからそれでむしろローカルである、だけどそのローカルであるけども全然それはあの、はい、昔の意味でのローカルじゃないっていうところは、やっぱりちょっとあのルフの、 あの新聞の切り取りとは違う文脈に載ってるんですよね、はいはい、あのその意味でただあのこういう公の国際政治の文脈から切り離しちゃった時にどうかっていうだけではなくて、むしろその最初の文脈自体がちょっとそういう大新聞のではなくて千葉日報っていうすごくローカルなところで閉ざされた空間、そこにでも実際にはグローバリゼーションはとっくに来てるっていう、そこがやっぱり面白いと思うね。このなんかどうやって発展させようか考えた時に、なんか今あの僕の世代ってその紙媒体から、うんうんうん、あのデジタルメディアへの転換期をもろにこう体験していて、うんうん、学校の先生がもうプリント配ってくれないっていう、そんな感じ。あ、プリントは配られました、うん、新聞を取ってるあの同世代も少ないぐらいで、あ、そうです、そっちで、ね、みんなネットで読むようになっちゃう、はい、なおかつそのスマートフォンで今画像の加工とかっていうのを急激に、うん、あの一般的になって、うん、なんかそういった事情をなんか作品に、うん、あの取り込みたいなっていう考えもありまして、で多分もう気づかない間にその、うん、いろいろ潜在意識にも影響を受けてると思うんですね、うん、そのメディアの変化、いやもうそれは絶対そう、はい、であので紙の新聞を使ってるっていうのも、うんうん、あのそういうことが理由で、うん、紙の新聞をデジタル化、スキャンじゃなくてデジタル化まで駆使して、うん、そこに取り込んで、そうですね、なんかあの SNS、うん、インスタグラムにアップロードするっていうので、うん、すごいメディア横断、そうですね、でまあそういう最初のきっかけはそういう素材としてマテリアルとしての変化みたいな、うんうんうん、あのことを取り込みたいっていうのが、でそこでね、もう一つ、はい、それは今まで例えばスキャンじゃないとおっしゃったけど、はい、例えばもうデジタルの、ね、新聞読んでそこになったイメージをこうカット&ペーストして、はい、で例えばアドビであれしなんかして、はい、それでそれをそのままあのもうそのままね、一度も空気に触れないまま言えば、はい、インスタグラムにアップするっていうのもできるわけですよね、はい、だけどそうじゃなくて紙、写真、はい、そこに写真撮るって言うと思うね、それで、はい、でそれから加工をしてインスタグラム、つまりメディア の、 そのデジタルとアナログをやっぱりそこにも隙間を入れる、つまり毎週メディアの間にも違和感とかイカ作用を、ね、挟み込んでるっていうことがやっぱり一つあると思うんですよね。あのなんかこのデジタルのやつって本当に僕あの真空っていう例えがすごくなんかよくわかると思うんですよね。つまり一度も空気に触れないっていうのかな。音楽も例えばそういう、 もう音楽の作り方する人いいじゃないですか、もう全部のミディでこの中でいて、で全部このコンピューターの中であって、それでアウトプットもあの何 MP3 ファイルかなんかで上げるだけっていう、一度も鳴ってないんですよねだからそういうのにやっぱりどうしても物足りない感じはしてくるはずなんですよね。だからそれと ところどころに例えば1回お風呂で鳴らしたものをもう1回捕まえるとか、やってることは同じようなことなんです。1回空気の通しで、うん、そうするとやっぱりあのイメージ自体がなんかこう、なんていうんですかね、そのやっぱり
豊かになる感じがする。あの、コピトラもまあそういうとこあるじゃないですか。やっぱり、かなり原始的でしょ、あの人たちでやってることをスキャンって言っても、コピーキーを動きっぱなしにして、いろんなものを乗せたり動かしたりしてるんだもん。だから、そういうちょっと子供の遊びみたいなところがすごくポイントとしては重要だなっていう。ただこの1日にっていうね、制限を設けてるのは、それはなぜなんですかね。それはもう新聞が前に来る。あ、そういうことか。古い新聞ではしないってことなのね。そうですね。はい。なんか健全な漁師さんみたいっていうか、俺は今日釣った魚以外は食べねえみたいな。なんか、ギリシャ人みたいっていうか。自分がこのやってることって、すごいなんか混沌としてるというか、自分でもこううまくつかめないような活動をしてるなっていうふうに思っていて、そうなった時に、そのいろいろその命にアップするとかルールはあるんですけど、うん、それも本当に言ってしまうルールのためのルールみたいなもので、うんね、なんでそれが必要かっていうと、うん、まあ、そのつかみどころがないこの作業を、うんうん、なんていうんですかね、この秩序とか、うん、あの枠組みがあると、うんうん、とりあえず箱に入れることができる、うんうん、かる混沌としてるものと混沌としてるものの間に線を引くことができる、うん、分かりますっていうことで、そういう仕組みを作るっていうのは、うん、あのできなかった日っていうのあるんですか。いや、ないです。ないんだ。そこで音変わると違うね、はい、うん、あの12時過ぎてしまうことはたまにあります、うん、それはでも OK なの。あのすごい悔しいですけどあのその、欠落は作んないの。朝までにはちゃんと。あ、なるほど、はい、はい、じゃあ日が明けるまでが今日と。はい、うん、あ、いや、12時が今日。12時がシンデレラなんだからね。志村康之と言います。私は奈良から来てます。で、今回の作品は、奈良の自分の自宅で作成したもので、基本的にはその写真に写っている僕自身と、まあ、写真に写っている彼女と、でその周りにいる、まあ、動物たちとか、まあ、植物とかが、まあ、あのモチーフになっているんですけど、違和感についてはなんかそのなんだろう、まあ、撮り方的にはすごい自然にという感じ、うん、なんかなんだろうな、特別なことはしてないですよね。そうですね、特別なことはしなくて、ただその自分たちがそこで生活しているかのようなシーンを撮ってるんですけど、うん、まあ、あれはあのシチュエーション自体は全部、まあ、彼女にここ立ってとか、うん、まあ、自分がここ立ってっていうのを、うん、あの三脚にカメラを据えて、うん、でセルフタイマーで、であのセルフタイマーでなんかあの枚数20カットとか設定できるんで、それをひたすらずっとやってるんですよね。ダーッと撮ると、いや、ね、5秒間に1回みたいな感じでそれを彼女に、なんかちょっと5分間ぐらいずっとこうちょっとやっぱこっち行ってとかこうやりながらワンシーンワンシーン作っていくみたいな感じ。なんかイチャイチャしてるように見えますでけど写真自体は結構殺伐としてて、そうそうだね、実際はあのその撮影する直前は結構大揉めした後とか、あ、そうなの、ね、あ、そうなの、まあ、モチーフによって結構な涙が映ってたりするんですけど、そうそう、だからそのすごい、だからそのやっぱりその強烈なその、うん、なんかしょなんかお互いの価値観衝突場面っていうのが、うんうんうん、そこと向き合うっていうのを写真撮りたいみたいなのがまあ最初だったんですね、うん、あ、つまりじゃあ言いたいこと言い合って、じゃあ写真撮ろうかって、いや、言いたいことを言う前に撮るって感じですね。とりあえず撮るみたいな。だから、それはかなりすごいなんか怒ってる状態の中、でも主導権は自分が握ってるみたいな感じで僕は映ってるんですけど、うん、だからその自分もちょっと震えながらもちょっと一緒に映ってる感じなんですよね。だからその、なんか一見自然に見える写真なんですけど、その緊迫感ってものは映るのかどうかみたいなものをちょっと思いながら、あのセルフタイマーでインターバル撮影って感じで、あの、まあ、トライしてたんですよね。で、まあ、その道すがら、まあ、ちょっと犬が死んじゃったりとか、まあ、ウサギが、あの、ウサギも途中で死んじゃうんですけど、うん、まあ、ちょっといろいろそのなんか自分の身辺、家の中で、なんかこう動物がどんどんポトポト死んじゃって、うん、ちょっとこれはいろいろまずいなという状況の中で、まあ、作品が出来上がっていって、まあ、なんていうか、あの十分その撮影方法からそれは違和感出るわみたいな。その
すごいなんかこう幸福なポーズみたいな、うん、なんかこう写真でポーズがやっぱ必要かなと思ってポーズを盛り込んだんですよね、うん、その記念写真形式、うん、そう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 、こういうポーズ撮ったら幸せそうとか、うん、こういうポーズ撮ったら仲直りみたいな感じ、こういうポーズが寄り添ってるとか、うん、でまあそれをすることで写真で見たらなんかこういい感じに見えるのかなって、うん、すごい緊迫した雰囲気ですよ、うん、でまあなんか出来上がったのが、うん、まあ、今の作品という感じで、うん、でまあやっぱり根本的にはなんだろう、やっぱりその自分に今彼女がいるけど、うん、それは自分自身にとっては彼女と思ってるんだけど、うん、周りから見たら、うん、なんか兄弟みたいとか言われるんですよね、とかあとなんか友達とか、うん、まあ、まあ彼女とかカップルっていう風に見てくれる人もいますし、うん、ただなんかそのなんか自分のイメージと世の中のイメージがやっぱ合わないっていうところで、うん、その写真ではっきりさせたいみたいなところが強くてで確認行動みたいな感じで脅迫的にずっと写真撮るみたいな感じ、なるほどなるほど、だからじゃあでも変だしちょっと風呂入ってみたいな、そうですね、だから風呂入ってる時にちょっと今写真撮っとこうかみたいな感じで写真撮っていって、ちょっと狂気の館みたいな、だから常にだから基本的に彼女はやっぱ写真の時って不機嫌であって、うん、で僕がちょっとテンション上がってる感じなんで、うん、2人の写ってる有様はちょっとテンションに落差があって、うん、そうね、なんかちょっとそれ虐待じゃないんですけど、でもその写真を撮るなんか、うん、写真撮るってさ、ほらやっぱり結構攻撃的なことではありますよね。そうです、なんかその彼女を送られてる、お互いだからごそのなんか僕自身もシャッターのタイミングも選べないし、うん、彼女も選べないし、そっか、この5秒ごとにカシャっていうのはルールは常にそうなんだ。そうなんですよ、なんか僕君自身がこうすることはあんまないんです。僕はプレームをセットするだけで、あとはカメラに任せて、だから自分自身もどういうふうに映ってるか自分も分からないから僕も不安なんですよね。そのなるほどね、なんか君もまた被写体になるわけだね。そうですね、だから、うん、いかにそのなんか自分がそのたとえこのルールを作っても僕ですけど、うん、まあそうだけどね、撮影ルールを作っても僕ですけど、自分もそのルールに入っちゃう、自分もプレイヤーなんで、うん、ね、立場的に彼女と同じになっちゃうんですよね、確かにね、うん、っていうところでなんかたまには彼女が勝っちゃうし、写真の中で、うん、僕も勝っちゃうしみたいな感じの、その、うん、それをずっとやってるみたいな感じでしたね、うんうん、それなぜ馬のひづめなの？あれは、うん、まあ、ある意味そのカップルっていうその、うん、なんだろう、まあなんかなんかこう社会のひな形みたいな、でその馬のひづめっていうのは蹄鉄で、その、まあ、決まった企画のものなんで、うん、まあ、そのありふれたそのなんか自分にとってはそれが平凡な生活なんで、うん、そのまあ、その自分の平凡さってところでの、うん、その、まあ、ひな形ってところと、うん、そのなんか幸福のシンボルってところで、それは知ってた、それは一応調べて幸福のシンボルって書いてあって、うん、なんか最初はもうちょっと卑屈な感じだったんですけど、うん、なんか今ではちょっとなんかそのやっぱ幸せになりたいってところがやっぱりベースかなっていうのは、うんうん、いや、いいんじゃない今思ってるけど面白い、なんかその、なんか素直にこう、なんだろう、こう出せないというか、うんうん、写真で全力で出しに行ったって感じですよね、うん、なるほど、なるほど、うん、そうですね、だから、まあ、全体にそういう、まあ、なんていうかな、一種、なんていうか、何事もないけどささやかな幸せを営む二人を自分たちで演じるみたいな、そう、なんかそんな感じの、まあ、ものには見えますよね。それでただそれで演じてる感じっていうのはどうしても出てるから、うん、そこからやっぱりこの二人の関係は何なんだろうって、まあ、多分見る人はまず思うんじゃない。そう、だから必死でだからこうその、破綻してるのかしてないのかって実際には分からないんですよ、うん、この関係っていうのが、うん、その自分たちはカップルっていう風な名のもとに今言ってるけど、それが今破綻してるかどうかっていうのは分からないんで、うん、まあ、それを写真で見て確認していくんで、うん、時にはもしかしたら破綻してるかもしれないし、うん、今つながってるかもしれない微妙なそのなんかところを記憶してっていうんですね、うんうん、曖昧な関係だよね、やっぱりね。そう、ね、人間同士である以上。なんか外側から見たら、うん、なんか僕は持ち家なんで、持ち家持ってて、で、一応仕事もしてるんで、うん、そうですね。で、なんかこう、なんか様々なレッテルの尺度で見ると、結構普通な生活してる。うん、そうだね。うん、そう見えます。けども。で、飼ってるものも犬だったり、ウサギだったりして、そうそう、なんかそう、普通だよね、そう、メジャーなやつ飼ってて、そう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 、イグアナじゃないっていうか、ね。なのになんかうまくいかない、この生活っていうところで、うん、
それを写真に記録に撮って、うんうん、なんかすごいありきたりなライフスタイルなはずなのに、うん、なんで、でも確かそれもよく写ってますよ。つまり持ち家は持ち家なんだけど、なんか のっぺりして写ってるし、部屋もなんとなくこう妙に広いようにも写ってるから、なんかこう隅々までまだこの二人のものになってない感じっていうのはまあ映ってるかな、うん、ところで本来の仕事はあれなんですか、知的に障害のある人たちの介護をしてるんでしたっけ。障害福祉施設で、うん、まあ、知的や精神の疾患をしてる、うん、まあ、だからなんかしたいことがあるけどやり方わからなかったりとか、できるんだけど集中力が続かない方に対して、うん、まあ、その、うん、まあ、支援をするっていうところで、うんうん、なんかそれさ、君の今のなんか君の写真の撮り方とか、はい、それなんかかなり影響してるんじゃない。あ、かなり影響してる。なんか、なんか、なんだろう、やっぱりグループホームっていう名前のところでまあ働いてて、うんうんうん、で自宅もそれに見えちゃうんですよね、うんうん、そのまるでグループホームっていう、でだからでそこに一人の男性支援に行くと、うん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 、そこに女性の、うんうん、患者がいると、そうそう、まあそんな感じにまあ見てもいいし、患者っても言わないよ、ね、いいし、なんかまあその利用者さんっていう風に言い方でもいいですし、でその人に対してじゃあ自分がどんなアプローチできるのかっていう風にまあ考えながら やっていく感覚もあったかもしれません。だからその一種ちょっとゲーム感覚みたいな感じで、うん、今日はちょっとこんな感じでアプローチしてみようみたいな感じで、影響されないことって不可能でしょうねっていうのは、いろいろ、まあ、例えば自閉症の、はい、まあ、この頃は随分精神分析の精神病の理解がほら随分何病人とあれを分けるとかそういう感じじゃないじゃないですか。だからそういう人たちのあれ聞いてると、あれ、それが自閉症だったら僕もだっていうことがすごくあるし、そうそうそう、 100% 自分が健康とか健康とか、うん、そういうのは崩れちゃうよね、うんうん、そうだからそのなんかその自分たち その安定した何かその価値観みたいなものが、うん、なんか外側からではあるはずなんですよ、うん、中ではなくて、うんうんうん、その中でこうなんだろう、写真を通して作っていった感じも、写真にはそう思えるってことですかね、うん、やっぱり正常と異常の境っていうのは、まあ、あるのはあるんですよね、うん、でもしそれが本当になかったら、まあ、我々みんなもっと仲良く暮らしてると思うんですけど、だけどどうしてもある。でまたそれが例えばあるがゆえに苦しんでるからお医者さんのところに来たりするわけですよね。何ができないからこぼれ落ちてやっぱり社会では働けなかったりするわけですよね。だからそれはあるんだけど、じゃあいざそれはどこにあるんだろうって時に、まあなんとも曖昧ですよね。だからそういうなんか輪郭ないしは区別の線のね、曖昧さとか本質的な不確かさっていうのは二人の写真にすごくやっぱりあると思って、でそれはやっぱり二人ともやっぱり一つのこうシリーズというかで展開するっていうのはやっぱり本質的なことですね。一個で勝負っていうのではないという。ちょっと聞いてみたいのは、はい、平本さんのその、まあ、スタイル、はい、基本的にはとてもシュールレアリズムに近いと思うんですよね、はい、で実際の美術史の中でこう探っていっても、はい、ああいう感じの、まあそうだね、例えばハンナ・ヘッヒっていう人がいますけど、はい、彼女のコラージュなんかには時々そういう、まあ、だから新聞の写真のコラージュでなんかちょっと不気味になったりっていうのはよくあるんですよね、はい、でだからその意味ではこうかなり美術史に先行例があるっていうことと、はい、でだからまあすごくクラシカルにも見えますよね、はい、作品自体が綺麗ですし、はい、でそこをもしその古臭いとか言われたら、はい、なんかいやそんなことないんだけどなって思う、それとも古臭いって言われたらしょうがないかって思う。あ、そう見えるんだっていうふうに、うん、そうですね、思いますね。シュールレアリズムは、まあ、シュールって言葉はさかなり便利で、はい、だからあまり意味がないんですけど、おそらく多くの人があなたのコラージュを見て、はい、まず最初にシュールだって言うと思うんですよね。僕宣言文が一番好きで。宣言文って何、宣言文ブルトンのシュルレアリズム宣言文。あ、そうか、ブルトンの。あれが面白いの、うん、ロマンチズムで書いてあるんですけど、うんうんうん、まあ、これ始めるにあたって、うん、まあ、直接的に影響を受けたかっていうと、でもそうでもなくて、なるほど、でも自分の制作方法は、かなり直感的ではあるんですけど、うんうん、ここをこうしたら、こういう効果が生まれるなって、うんうんうん、
がこことここがこういう反応するなっていうことは常に頭のどこかで意識していて、うん、なので無意識的とも意識的とも言えないような、うん、シュルレアリズム宣言の方が面白いっていうのは僕もちょっと同感で、はい、彼が作ったり、はい、してるもの結構しょぼいっていうか、はい、あまり面白くないことですんだよね、はい、あのエルンストのコラージュなんかのあるいはハンドフェイクとかいくつかあるけど、はい、ジョン・ハートフィールドのコラージュはあまりにもこう政治的なこうメッセージ性が強すぎてちょっとしらけるとかありますし、はいはい、だからそれはなんか言い方はよくわかるな、はい、だから実際の作品よりもむしろそのブルトンとかああいう文学者のコンセプトに影響されたっていう言い方は当たってるかもしれないね。そうですね、うん、宣言文の面白い、そうですよね、死にしろなんでしょう、うん、あとそれ以降のシュルレアリストの作品その宣言文とちょっと矛盾してるんじゃないかなって思うところがあったりして、そうそうありますよね、はい、でなんかその古臭く見えるクラシカルに見えるっていうのは、うん、実はあのそこに対しても意識、うん、意識が働いてる部分もあって、うんうん、で最初に話したその何だろう、あの不自然と自然の境界の、うんうん、つかみどころがない、うん、感覚の落としどころがないイメージみたいなものってあのなんかこう洗練されてもなければ、あ、洗練されてるようにも見えるし、うん、素朴なようにも見える、うん、あとまあ具象的にも見えるし、うん、抽象的にも見えるというか、うん、なんかこうこれだって言えないようなイメージがもたらす感覚だと思うんですね、うん、そういう違和感って、うんうん、やっぱそれを常にこう作りたいっていうふうに思っていて、あので制作していくとこうなんかそういった相反する要素がすごいこう絶妙なバランスで組み合わされるというか自立する瞬間があって、まあそれがあ今日完成だなっていうタイミングで、なんかさっきの名義の話とかでもお話してた、あこうするとあからさまな異物になってしまうなっていう、あの要するになんかフックにならない、フックを外すというか、うんうん、あのこれはこういうなんかなんか悪ければ特徴がないものを、うんうん、作りたいというふうに思っていて、うんうんうん、でまあその結果がどう見えるかっていうところまでは、そう確かに例えばさ、はい、よくコラージュなんかいろんな人がいるけどさ、よくあるのは例えばここの部分だけ猫にするとか、はい、そういう特に顔をね、顔をいじるっていうコラージュって、はい、もうとにかくあれじゃないですか。はい、なんか、まあ、それは、まあ、だから20年代、30年代にはよくやられて、ここだけ、はい、なんていうか黒人のお面になったりとかね。はい、でもそういうのはもうちょっとやっぱり逆に、はい、あの、使い古されてもいるし、そうですね、そういうところからむしろ違和感なんか生じないですよね。はい、だから、そういうすごいわずかなところ、はい、目立たないところ、っていうのはそれはその通りだと思います。とはなんかその使い古されたイメージをこう、うんうん、一周回って取り入れたりも、そうだね、その、うんうん、マテリアル的なそのミックスもそうですけど、うんうんうん、その写真のさっき清水さんがおっしゃったみたいな文脈との変換みたいなことも、うんうん、あの作品の中ではあの起こってるので。うんうん、はい、でなんかこう展示してる作品で黒い犬のイメージが、うんねうん、あのがあるんですけど、うん、それは黒い犬って写真に撮るのすごい難しいんですよね。黒くなっちゃう。なんか、そうなの？で黒くなっちゃう。露出の差が激しいから。だから真っ黒になっちゃうってこと？はい。影になっちゃうってこと？今はもう、 そうデジタルカメラではそんなことないんですけど。ないけどね。なんかそういう写真の。あとはまあ、みんな、あの、やっぱり、黒い犬の写真といえばっていうのが、思い出す写真があったりとか、うんうん、なんかそういったものっていうのは、結構意識的に取り入れて、うんうん、あの、やってるんで、なので、シュールレアリスムとはちょっと違うかなって。まあ別に同じでも、はい、でもだからそこはさっきみたいに、その、はい、結局は作品なので、はい、あの例えば
シューリレーズ宣言にインスパイアされましたって言ったって、はい、だからって言ってすぐいい作品ができるとは限らないじゃないですか。はい、だから、その、リファランスがそこにある。なしは、君の作品を論じる人が一番ある種入りやすいとこはそこかもしれないけど、はい、でも逆にそのシュールだっていうのは 何でも意味しちゃうから、はい、なかなか論じにくい風にもなるなと思いますね。同じことは吉村さんのも言えて、なんかごく普通の当たり前のカップルのちょっと不思議な日常なんていう風に思われちゃうと、でもちょっとそこに収まらない部分はちゃんと入ってて、特に何が入ってるかというと死ですね。で、あの結構ウサギや犬が死んじゃってるのは大きくて、で、いや別にもちろんそれはちっちゃいときはちっちゃい子なんですけど、だけど無視できるほどは小さくないんですよね。例えば熱帯魚が死んだって言ったら別にそのまま捨てればいい。だけどウサギあたりでも僕が飼って死んだ時には庭に埋めましたけど、本当はそれしちゃいけないんだよね。で、ましてや犬なんて言って、僕らも葬儀しないといけなかったりっていうか、なんかこうそんな平凡でなんかどこにでもあるようなところでもやっぱりそういうそう簡単には流せませんよっていう部分で死とか、あるいはさっき言ってたこう正気なのか狂気なのかっていう、これは愛なのか虐待なのかみたいなところがあって、だからその写真にはそこまで写ってないけど、結構二人がの感情を逆なでされているみたいなところで、いきなりこう5秒に1回のシャッターが来るっていう、そう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 、だからそこがやっぱりちょっと独特なものになってるよね。ただ変だし、例えばこれ馬の蹄はそれはそれでいいんですけど、この後どんな風に展開するの？まあ、この後は考えているのは、うん、なんだろう、なんかもうちょっと外に広げた、うん、まあ、どこまで外に広げても自分が閉じてたら、うん、そこはやっぱりその家の中と外の、まあ、区別はないので、うん、なんかそのまあ、なんか例えばなんかその別の集団の中で自分自身がこうどのようなあり方をしているのかみたいなものがまあ広げていくのか、うんうん、ちょっとなんかこれは、はい、そうだな、本当はこんなことを聞くべきじゃない。例えばいつもその相手にしている障害のある人を被写体にしてみたらとか、そういう欲望というか興味を持ったことはないの？あるんですけど、うんうん、難しいでしょうかね。やはりそのなんか当事者だけで決めれないってところで、少しなんか時間がかかる、まあ、そのやってはみたいですけど、これはやはり相手がいることですよね。ですし、自分がやりたいからやっていいことでもなくて、やはりその相手とのかなりつなぎなりの時間をかけて取り組むことだなっていうのはすごい思っていて、まあ、確かにそのちょこちょこは取ってはいるんですけど、なんかそれはさすがにやっぱり現場にいる人の意見と考え方だな。そうですね、なんかその、なるほどね、なんだろう、うん、ほらこの頃さ、すぐじゃないけど、この頃そういう、まあ、いわゆるパラレルアートとか、そういう自閉症の人のアートとか、そういうのを、例えば今、滋賀県立美術館なんかで、はい、大体的にやるじゃないですか。はい、でそれもまあ昔とはちょっと前提も違ってるから、まあ、それでちょっと気軽に聞いちゃったけど、やっぱりその通りだね。相手がいるしね。そう、なんか、そう、なんか社会に出る、自分の素材じゃないもんね。社会に出ることをイコール、いいこととは僕は素直にちょっと受け取る。なんかその、うん、やはりその、本人のタイミングだったりとか、うん、なんかその、なんだろうな、こちらがいいと思っていることが相手にとっていいっていう風な、うんうん、それはまあ、ことではないからっていうので、まあやはり躊躇するところでは、うん、なんかその家では僕も確かにガンガンやってるけども、ちょっと相手があるとそういう気がかない部分もあって、ということはやっぱり君の作品はかなりそのアパートナーに依存してますね。だから何ですかね、物分かりのいい、何、うん、でしょうね、なんかここに関しては自分がもう。なんだろう、もうどうなっても構わないっていう思い、うん、なんかあるんでしょうね、なんか自分の中でその、うん、なんかこれに関してはそこも突き詰めてもういいみたいな、その障害者の場合、なんかその本人だけでやっぱ収まりに、ちょっとまた僕の分からない人別の
後ろの背景があるので、うん、なんかちょっとこう、なんだろうな、エンジンかけづらい部分があるというか、うん、なんか自分自身だけの、なんだろうな、暴れっぷりでいくなら、うん、なんかこう、なんだろうな、どこまででも投げ出せる部分はあるんですけど、うん、その相手さんとの、なんか、うん、自分自身の、なんかその、なんだろう、一種社会性みたいなところがちょっとテーマになってくるから、うんそう、でも、あなたならば、吉村さんだったら、本当の意味でのその、障害の人の写真っていうのはできるかもしれない。つまり、すごくパターンないです。パターン化してると思うのね。あの、まあ、例えば、ダウン症の、で、だけどすごくこう、喜びに満ちてるみたいな、あの、なんていうのかな、感動ポルノ系っていうの。そういうふうにどうしてもなっちゃうんですよね。そうじゃないとなんか差別写真みたいになっちゃうし、なんかその彼らのそのさっきも言ったように聖書じゃなくてもあるいは社会に入れなくても別にそれは彼らの生き方だからっていうそういうすごくこう突き抜けた眼差しで撮られた写真っていうのは残念ながらあんまないと思うんですよね。そうですね。だからそれはあのできる人は限られるしまあわかんないけどあまりだから自分のなんかこう価値観を混ぜたような感じでは撮りたくないので、ね、やはり何かこうどこか強気で、っていう感じのアプローチやっぱりなるんですね。アングルだけ決めてみて5秒に1回写真が、ね、シャッターが開くところ前で、ある種のポーズをやり続けるっていうのは、なかなかこう、残酷な演劇みたいな感じですね。だから例えばね、全然知らない女の子とそれをやったりするとね、うん、だんだんなんかこう関係性怪しくなってくるんで、なんかちょっと、うんいつ終わるんですか、その先行きが分からないと不安とか、それ伝えてないので何カット取るとか。やっぱりちょっと怖くなるでしょうね、女子はね。ちょっと不安になってくるっていう感じで。うん、なるほど。うん細部を見てほしいやつを持ってきました。なるほど。普段はインスタグラムにアップしてて、インスタグラムってその制作してあのアーカイブする場としてはものすごく適してるんですけど、あの写真の組み替えとかができないんですね。あのアルバム機能とかもなくて時系列とか投稿できるだけっていうので、それがすごい新聞的というか、あの実家の制作にはマッチしてるんですけど。展示、あの、こういうふうに見せたいっていう時には、それが制限が邪魔になるので、展示では、あ、これもっとでかくしたいのかな、みたいな、当然ですよね。はい。なるほど。細かいところを、どういうところに注目して、見ていただきたいか。というところで言うと結構あの小さい画面だと分かんないですけどすごい乱雑に何かこうされてるように見えるところに実はすごいピクセル単位で繊細な編集がしてあったり逆にすごい自然に見えるところに大胆な構成がしてあったりとかするんですね。そういうところをこうやっぱあの画面すごい複雑にできてるのでそこを見てもらいたいっていうところと、あとはあのそのメディウムのこの往来の時あのデジカメの光学的なボケを取り入れたり、あとはあの印刷物もともとの新聞が持ってる網でもうカラーとあの白黒と違ったりとかっていうのが。中で混在する、あとは、まあ、デジタル処理の演算の編集、でさらにそのデジタルで網点とかを再現したものみたいなものが、こうすごい複雑にミックスされた状態っていうのが、まあ、プリントの方が分かってます。さらにそれを紙媒体に、紙にしておく。プリントアウトしてるわけ。はい、ちぐはぐなことをやっていて。で元の新聞はすごいあまり印刷のが別にリッチなものじゃないんですけどあの
仕事のプリントに関してはそのピエゾグラフィーっていう、うん、ちょっとすごい階調が豊かな印刷の技術があって、うんうん、それで自分のプリント改造して、うん、出力してるんですね。でも物としてもちゃんと美しいものが、うん、美しいプリントができてると思うので、そういうところに注目して見ていただけたらっていうふうに思います、うん。私は2020年に清水さんに優秀賞で選んでいただいた作品を、うん、今回展示させていただいていて、まあ展示させていただいたものは、まあまあ、主に、まあ、僕と彼女とその、まあ、動物たちの、まあ、写真たちなんですけど、そのまあ、その僕と写っている彼女との関係性がその、まあ、動物たちとかの関わりの中で、まあ、どのように変化していくのかであったりとかは、まあ、結構一枚一枚なんか見ていくと、結構彼女の顔とかが、まあ、それぞれ表情がなんかなんだろう、シチュエーションによって結構変わっていたりとか、結構その表情そのものが結構僕的に結構印象に残るものが多くて、なんだろう、なんかこうここまで一枚一枚の合間で同じようなことをしているのに表情変わるんだなとか、ちょっといろいろ思うところですかね、うん、なんか監督が女優について語ってるようですねお前こんな顔もできたんだなみたいないや、まあそれは一方で僕自身にも言えることで、なんか今僕髪の毛長いんですけど、なんかあの写真見たら短いんですよね、うん、なんかまるで自分がそのために役作りして入ったみたいな今では見えるわけで、なんかすごいなんかなんか特設セットの中でやってましたみたいな感じの、うん、まあ実際撮り方もそんな感じだもんね。そう、なんかそれがなんか今となったら そういうふうになんか、まあ、また見れて、またこう面白、まあ、まあ僕にとってはまだ面白く見える写真という感じですね、うん。まあ、ショーケース、もう、なんと、いつの間にか10回目になり、1回はね、ちょっとコロナでできなかったから、実際に11年目なんですけど、まあ、これからも続けてってよろしいでしょうか。もちろんですよ、本当に楽しみです。なんか、意外と、選ぶときはさっきも言ったように、まあ、適当に選ぶんですよね。まあ、適当にっていうか、作品が面白いっていうだけで。で、ただ、毎回毎回、その、やっぱりその人たちの話を聞くと、その作家はそこまで意識しなかったけど、やっぱりそういう、まあ、なんていうんですかね、こう写真の歴史とちゃんとつながっていたり、あるいは撮り方がちょっと変わっていたりっていう、どの作家にもやっぱりこう、なんでしょうね、まあ、掘り返すべき余地がたくさんあって、これは、それがやっぱりこの、ショーケースのなかなか醍醐味というところですね。で、まあ、本当に今回もまた、とりあえずちゃんとうまくいったって言っても、まだカビにかかってないので、ぜひ頑張ってね。それで、皆さんには、そう、すぐ、何しろ反響する違和感ですから、すぐ全部分かっちゃおうっていうか、分かんなくて全然いいので、それぞれ一個ずつよく見たり、まあ、全体で見して、回ってみたりって言って、まあ、結構、なんて言ったんですかね、長い時間をかけて、あるいは何回も回ってみるっていうのは、ちょっと、この人たちの写真については、おすすめしたいですね。